3番の白戸が追走、追い込み足非常に強力、そして4番確かな和成、南関東ライン3番手、残り2周で渡辺優太が7番飯尾優太の前へと出ました。そこへ8番の栗山、2番の戸田、西の2人追い上げて、さあ9番渡辺優太を伺います。反応して9番の渡辺優太、両者の踏み合いで残り1周半を切りました。さあ8番の栗山、9番の渡辺優太、9番の渡辺制しまして、3番白戸潤太郎、4番立川まで続けるかどうか。この間にぐんと7番飯野優太の発進です。残り1周切りました。9番渡辺優太、それを外から7番飯野優太がねじ伏せようとする北勢と南関東勢の攻防、そして6番の谷口良平、中部ラインも巻き返してきて、さあまくり合戦大混戦。さあ先頭今度は6番谷口良平から、おっと後方で落車、1番の長澤竹下。さあ先頭6番の谷口に代わって5番の北野竹追走、中部両者抜け出して3番手渡辺優太守れるか、4番の立川砂で追い込んでくる谷口良平、ゴールイン。2着5番の北野武、3着は4番立川和成でした。